皆さんこんにちは、小林亮平です。今日はですね、ちょっと怒ってるんです。僕は大学生の娘がいるんですけどね、今もう来年卒業なんですけど、でもその大学行くにあたって、その奨学金っていう制度がありますよね。その奨学金っていうのは、もうにあの学校に行く学費を国から借金してね、でそれで卒業してから少しずつ働きながら返していくと、まあ、そういう制度、まあ、はっきり言って学生ローンみたいなもんですよね。でもこれがですね、まあ、今いろいろ世の中で問題になってますけども、勉強するのにね、お金がたくさんかかるっていうのはどうなのかとか、いろんなそういう話がありますけども、僕もそう思いますね。大学で勉強して就職して社会に出てすぐにその借金を抱えるというのはですね、やっぱりそれはどうかと思いますよね。ちょっとしんどいですよね。それでですね、僕はちょっと今日はすごく怒っている制度がありまして、これがですね、外国人の留学生を無料で日本の国の税金で日本に呼んで勉強させて、衣食住も全部させて、飛行機代も全部持つっていう、国がその費用を全部持つという、外国人国費留学生制度というのがあるんです。これはでも主にですね、日本のことをよく言って思っていない、普段から日本にもね、悪さばっかりしてる、まあ、隣国がありますよね。まあ、そこの方々がほとんどなんですけども、もともとのこの趣旨はですね、ちょっと調べたんですけども、日本はもともとその水準が、まあ、その教育の水準が高いということだったんですけど、まあ、その教育の水準にその他の国の人たちを合わせましょうというような、この同じような勉強をさせましょうっていう制度、そこからスタートしたらしいんですけど、今韓国とか日本よりも上ですよね、教育の内容といいますか、お金のかけ方とか勉強の仕方とか、そのね、やっぱりその学力社会のその意識としては高いですよね、日本よりも。まあ、そういう国がですね、いろいろ出てきた中で、今これが必要なのかっていうことなんですよね。僕は何が言いたいかと言いますと、日本の大学生をお金を渡して勉強させてあげるっていうのだったら分かるんですけどもね、これからの将来を支えていくね、日本を支えていく会社とかでこう入って頑張る人たちを学生の頃からサポートしようと、その趣旨だったら非常によく分かるんですけども、外国人はですよね、それも日本のことよく思ってない外国人を中心にですよ、それを日本の僕らが一生懸命もう汗水垂らして、もう歯を食いしばって払った税金をですよ、ものすごい額取られるんですよ、税金。僕ら仕事してますけどね、会社やってるとね、もうびっくりするようなもう税金取られるわけですよ。でそれはやっぱりね、もちろん僕たちも国のためだとかいろいろ思いますから、ちゃんと払いますけども、あまりにもこの使い方っていうのはひどいと思います。まず外国人を日本に寄せて勉強させる前に、日本の大学生でしょ、日本の大学生のサポートをして、それでお金が残ったのであれば外国人まあどうぞっていうことだったら分かるんですけど、違うんですよね。日本の人たちには、学生たちには借金させて大学に行かせて金返さなかったらね、ブラックリストに載せるとかね、そういうことやってるわけですよ。でも片や外国人に対してね、お小遣いまでもらえるんですよ。衣食住、あとこう渡航費ね、あとプラス生活費、お小遣いまでもらえるらしいんですよ。これはですね、ちょっとね、文部科学省か何か知りませんけどね、やってるところ。もうちょっと考えてください、本当に。ひどいです。僕は怒ってます。もうこんなことは日本の国の中でたくさんありますからね。そういうこともこれからどんどんと僕はもうメスを入れていきたいと思います。今日は以上です。いやー、しかし日本という国は本当に特殊な国だなというふうなことを最近強く感じますね。もう税金なんかもうね、本当に何に使われてるかわからないですよ。本当に。もうちゃんとしたことに使われている方が少ないという印象があります。僕らが一生懸命納めた血税です。ね。血の税金です。血税。ちゃんと使ってください。